There's no place I'd rather be than right here next to you. And I truly love to talk about your lovers, old and new. You never spare me details as you confide in me. じゃあちょっとまず目に飛び込んできたんがこの焚き火台なんですけど、これもインスタグラムで、はいはい、あの応募させてもらって、はい、で今週中に火入れをしてくれる方にもらっていただきたいっていう風で、はい、でこの、はい、このイベントが今回あったので、はいはい、あじゃあもう応募させてもらって新品、あそうです、あ今日が初火入れ、はい、そうなんです、おーすごい可愛いですよね。いや本当にもうあの火入れた感じの影が可愛いっぽいですよね。楽しみです。楽しみですね。これはちょっと楽しみ、はい、これは、はい、あのこれもメルカリで、はい、え、はい、そうなんですか。メルカリで、はい、2,000〜3,000円ぐらいで、めっちゃ可愛いんですけど、はい、キラキラが、教えてもらってインスタで、あの仲良くしてくれてる方が、はいはい、あるよって。そうなんですね、はい、めっちゃ可愛いですね、はい、いやもう綺麗ですけど、はい、へえ。でその下にオイルランタンちっちゃいの3つあるんですけど、これは江戸川屋ランプさんの、あそうなんですか、2つともそうで、3つ目もあれもメルカリで、あはい、1500円ぐらいで、めっちゃ可愛い、はい、ステンドグラスみたいで綺麗やなと思って、はい、綺麗ですね、はい、なるほど、そうなんです。コンペイトがあって、はい、ねえコンペと色違いです。あそうですね、あこれもね高いから高いですよね。そう、ほんまにね、うん、でもね素敵だからね、うん、どうしても欲しくなっちゃいました。わかります、はい、でこちらはノンペイトって言うんですけど、ノンペイト、はい、紙なんですよ。触ってもらって分かるんですけど、はい、あほんまや、うん、なんか女の子が手作りしてて、それも DM 送ってあの作ってもらって、はい、綺麗、はい、これもまた素敵で、すごいですね、可愛、はい、いほんまにコンペイトですね、はい、値段はこれの3分の1です。あそうですか、はい、うわ、うん、これも綺麗ですよね、うん、助けとお風呂入っとく、いいよいいよこれなんかこのシェードって、はい、シェードじゃない、スタンドですよね。スタンド、はい、これ ラマさんのかな、ラマさんのギミックってやつで、これいいのがこれネジで高さとか調節できて、あこの穴で、はいはい、そうそうそう、なるほど、好みの高さに調整できるのがいいなと思って、すごいですね、はい、これまた結構かっこいいですね、かっこいいですね、これもついてるんですか。違います、これはまた別で、あ別なんですか、はい、これインスタグラムで知り合った方がすごいですね、インスタ、はい、型が作られてて、はい、はい、あのこれと普通の、これ一応焚き火のごとくとしてこうやって、あそうなんですか、並べてこうやって使うように作られたんですけど、最初そういう風に使ってたんですけどもったいなくて、あ確かに、はい、ゴロゴロとバチバチだったかな、ブービーさんって方がゴロゴロとバチバチ、はい、作ってて、個人的に作ってて、うんうんうん、あの作ってもらいました。はい、かっこいい、うん、雷みたいですね。あそうそうそう、本当に稲妻のごとくみたいな感じで、あ稲妻のごとく、はい、面白い、はい、インスタすごいですね、いやもう本当にインスタによっていろいろ変えてもらってますすごい、はい、でテントはロロ、ロロは抽選で当てはったんですか。はい、当たったんですけど、はい、福井県の、うん、アウトドア情報を発信するアカウントに、はい、プレゼントに応募したんですよ。えでこれプレゼントしてもらったんです。ただですか。ただです。やば買ってないんですよこれ、無料です。マジですか。はい、そうだからロロが無料、ロロ無料でもらっちゃったんですよ、うん、嘘だと思ったんですけど、はい、届きました。届きました。すごい、いや本当にいいの、本当に、かっこいい、いや本当にびっくりでした、じゃあ次中を、そう特別お店
なものは、ね、うん、買い揃えてないので、うん、本当にスタンダードなファミリーの人が使いやすいリアップしかない、うん、そうだね。いや、そういうのが一番参考になると思うんですよ、うん、皆さんが、うん、いや、でもこの私ちょっと欲しかったスケール、あ、コーヒーの、はい、これはこれいいっす、マジで私は欲しいんですよ、うん、これ、これ時間も測れるし、うん、はい、そうですか、そうだからドリップの時間も、はいはいはい、はい、で1分ごとに、はい、そうそうそう、うん、できるので、これはいいですね、はい、え、このこの部分、あ、これも2、3000円なんですけど、これちっちゃくなんですよ、こうやって、お、だから持ち運びもできて、おすごい、あの、はい、スタッキングがもう、あ、そうそうそうこれだけで、あ、あ、すごい、はい、できるんで、これはすごいな、これめっちゃいいです、いいですね、はい、いっぱい買いましたけど、結局これに落ち着きましたいっぱい買ったんですね、いやもうなんかこの辺とかすごい統一感があるし、使い勝手めっちゃ良さそうじゃない、いや、やっぱそこ、そこったら、うん、そこ重要ですもんね、だから、ね、うん、だからここがキッチン、これキッチンですね、そうそうそう、全部が手に届くは位置にあるし、うん、めっちゃいいじゃないですか。で、あとスパイスボックス、はい、この大きさめっちゃいいですね、これ、僕作ったんですよ、え手作り、はい、そうです、すごない、え5、600円で作れるんですよ、ダイソー初期、うん、ダイソーで、一つ一つこれ、分かれてて、うん、そうなんですか、はい、4つ箱買って、はい、そこになんか、これケースが、なんか蓋がついてたので、うんうん、その器具を全部使って、うん、ゴム、自分でつこれに合わせてつけて、はいはい、はい、で、セリアでこの金具がついてるので、あー、はいはいはい、はい、で、全部だから、500円で、できました、すごいでもなんかサイズ感めっちゃいいじゃないですか。そうなんですよ。そう。で、これもセリアだったかな。全部セリアで、これダイソーで2個で100円かな。でもこれ、はい、でも調味料入れじゃないですよね。あ、そうです。オイルボトルみたいな。そうですよね。はい、めっちゃいいアイデア。安いもんですよ。これもあのビーズとか入れるやつですよね。あ、そう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 。はい。で、めっちゃいいですね。これめっちゃ参考になる。これは皆さんぜひ。一応分かんなくなるシールも、これも、あ、これキャンドゥだったかな、はいはい、こうシールがこうあるんですよ、これ出しだったかな、あ、これついてた、ついてるのついてないのがあるんですけど、あ、これなんかこれ胡椒のボトルですね、なるほどで、一応分かるように、え、うん、いや、これはめっちゃ参考になりますわしましたよかったな、いいですね、安いんで本当に、うん、はい、誰でも作れる、こういうボンドでつけるだけなので、これは参考になるよいいですね、なるほど、これは五徳代わりですか、あ、そうです、あ、なるほど、これ100均です、え、網売ってるんですか、これ網100円で、はい、すごい、セリアすごい、セリアとかもダイソー、ダイソーとか、ま、毎週行きますね、あ、これ私持ってますよ、あ、これダイソーですよね、ね、うん、これめっちゃいいのよ、これめっちゃ使える、うん、マジめっちゃ使える、これはいい、うん、はい、わかります、そうそう、すごいな、生活の知恵が、いや、もうすごいです、安くできればと思って、うん、それ一番大事ですよね、できるならと思って、はいはいはい、そうです、そうです、いやー、おしゃれ、お金をかけないおしゃれ、めっちゃ素晴らしいですいや、ありがとうございますはい、じゃあありがとうございました、とてもファミリーキャンパーさんには参考になるサイトだと思います。よかったです。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございます。第10回だったよ。記念すべき10回。記念すべき10回でした。入ってる。じゃあ、今回はこれで終わりです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また、ハッピーまで。バイバーイ。ママさん、ありがとう。